ファイナルファンタジー13実況プレイ実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ミッション51まで来ましたね。狂人の師匠スパルタクス、トータのダンスをファイルタイタンのゴザですね。ここで全ミッションクリアしまして、で解禁された51番目のミッションですね。いくつからだったかな、ちょい待ちな、ちょい待ち、あ、勝手に移動された。どんな敵なんだろう、相当強いんじゃないかなと思って。ファルシタイタン最後のミッションなんでね、わりかし簡単なミッションを引いてたようで、動画では、まあ、実際勝負してみたらね、結構苦戦するやつが多かったですね。このここら辺全部そうなんですけど、特にこれかな、ここら辺かな、ここら辺はもうランク A のやつらが出てくると結構厳しかったですね。普通に辛かった。で今回これですね、ついに空色ラストですね。ミッションがいくつまであるんだったっけな、確か260だっけ。なんでもうあと9つくらいなんで、動画にするのは多分3つくらいですかね。一応確認するね。そうですね、64までありますね。どこまでやるのかな。あ、でも50番台になんかランク C もあったりするんで、まあそういうのスルーして、 B はスルーして、まあ A も簡単なやつあると思うんで、まあスルーして、まああと3つくらいかな、4つくらいですかね、きっとやることになると思います。そのうちの1つだね。多分相当強いと思うんだ。あーそうか、で裏で強化したのが結構ありまして、まあ、ランス・オブ・カインがレベル73になってますね。これが強い、これが強い、あとは特に強めてないかな。うん、もう武器強化しないとやっていけないレベルになってきました。こっからが自分の真骨頂だね。ただこのミッションはね、本当に時間がかかる。歩くスピードが遅くて大陸がでかいんで、すごい時間かかりますね。移動に時間がかかってない。これ見たからいいよね。スキップ。さあ勝負。おお強そう。最初ラッシュアサルトはないな。めっちゃ強えな多分。どれくらい効くのかね、効かないのかね。弱められないとなると、弱められないとなると強めるしかないよね、こっちを。挑戦状、あ、効くね。行動範囲が、行動スピードが速いね、相手かわした。まあヘイストかけてもらわないとちょっと話にならないというか、スパルタクスやばいかもな、これ。もうなんかすでにやばそうな匂いしてるもんね、あの長い。あ、入った、デシェル入った、あ、デプロテも入った。一旦回復に回り、ラッシュアサルトに変更し、うわ、もうファングさんの通常攻撃で1万を超えるようになりました。ジャマージャマブラスターか、あ、スローとか効くんだったらぜひね当てたいところなんだけど、カーズとか効くなら全然当てたいところなんですけどね。あ、でも全然入らないな。相手の、そうですね、攻撃がまだ一定的なんでなんとかなってるけど、どうかな、ここから変化があればどうかってとこですよね。いいな、999だよ。嫌がらせだろう。どうしたもんかね。もうちょっと、あー、スロー入った、うめえ。ウィークが入ってくれるとだいぶでかいんですけどね。もうあとカーズのみなんですね、多分。カーズが入ってどうなる。ヒットポイントが確か調べたところに言うと約1000万なんで、カーズ入ったね。約1000万なんで、ちょっと
とこうブレイクできないとお話にならないと思うんですけどね。ブレイクできそうですね、これ。ブレイクきついだろうな。全然たまり悪いもんね。ウィーク入ったらな、もう少し早くたまるらしいんですけど、これ入ってないもん。お、なんか、おそこから出てくるの。あ、なんかやだな、やな感じがするな。濁流拳、こっちの両ステータスをなんかなくしてきそうな気がする。ほら、なんかもうまさにそんな感じだよね。あ、そうだね、減らしてきたね。デスペルをかけてきた感じですね。なるほどな。強化は絶対必死なんで、これは絶対にやろう。特にヘイスト、時間がかかるからね、ヘイストないと。あれもはや剣じゃないじゃん、形状がドンキじゃん、あれは。もう大丈夫かこれ。一切虚無、全部デスペル的な。なんだ、何が来るんだ。はあ、強っ。それはダメでしょ。レイズ、はよ。バニラさん、ありがとう。全員で回復したら、やばいやばい、危ねえ。ゲージなくなるのはさすがに無理。もうここまで貯めてね、なくなられたらもう泣くよね。スローが入ってくれないとマジで辛いからな。OKOK、 もう十分十分、回復は十分。 OK、 どんどん強化してください。カーズにも蹴った。うん、期待したい。虚無、これは耐えきれないのかな。ダメか。フェニックスにしてライズガードとかで耐えるしかないのかな、多分。無双剣やばいね。無双剣やばい、鬼やばい。これは強い。これちょうど 999% ぐらいになる頃にだいぶいい勝負になってるんだろうな。で、入ったね。一旦回復に回して、さあ攻撃に転換。なかなか。なんか攻撃食らうたんびに一つずつ減ってってない？気のせいか。うわ、もうちょいだよ。強化、プロテストが入ってるか、これ大丈夫か。いやー、期待した強化。よし、やってみよう。入ったね。あれ、ホップ君に行ってるし、挑発入ってたのにね。スロー入れないとやばいな。何よりスローが大事だ。スローお願いします。スロー入ん、オッケー。スロー入んないとこれは本当に耐えられない。いや、果てしねえな。やっと700いった。オッケー、マッシャー。する回復は全然間に合ってるから、あとはブレイクするだけなんだけど、ブレイクまでがすごいほど遠いよね、これ。どんだけだよな、これ。やばいだろ。普通の通常ダメージで4万いってんじゃないですか。あー、やっぱここは耐えられないのか。てか挑発かかってるのに来ないもんな。
ポップ君がレイズ放たない。指示通り頼むぜ。先に薬剤入れてスロー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 。これエスナも入ってるんだな。スロー入ってる。危ねえ。オッケーカード入ってる。結構ギリギリだな。これスロー入ってなかったらやばいんだろうな。もう来た。キョム。まずい。うわあ、マジか。ふざけんなっつうの。ファングさんでも耐えられないのかよ、一切虚無。何これ、ガード入ってたよね今ね。マジで、もうここまでやっといてこりゃないだろう。マジか。うわーきつ、聞いたねこれは今回は。うわーマジか。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。